昨年12月に行われた琴の全国コンクールで最優秀賞を受賞した垂井町出身で東京芸術大学3年の鹿野隆生さんが2月28日県庁を訪れました。鹿野さんは全国から選ばれた25名が競う第30回県準記念全国総曲コンクールで1位となる県準賞を受賞しました。鹿野さんは初めて参加した中学校2年生の時からこのコンクールは憧れの大会だったので受賞できてよかったですと喜びを語りました。古田知事は受賞おめでとうございます、今後も大いに期待していますと祝福しました。伝統文化の枠ではなく一つの音楽としての枠、習い事ではないおことのイメージを作っていきたいなっていうのがありまして、でそれとプラス活動の中で岐阜を PR していきたい。鹿野さんは今年秋に清流の国岐阜文化祭2024で開催されるジュニア文化祭に出演し、自身が作曲した総曲を演奏する予定です。岐阜をテーマにした曲をと思って、今回は郡上八幡をテーマに書かせていただこうと思っているんですけれど、